あの英国 BBC が日本の子供たちの異常な行動を特集しました。私たちが住む日本では、落とし物や忘れ物をしても持ち主に戻ってくることが多いですよね。ところが海外では随分様子が違うようです。英国 BBC が特集番組で取り上げたのは、日本の子供たちの落とし物に関する実験映像。子供たちの行動が話題になり、世界中が驚愕し称賛したのです。一体何があったのでしょうか。それではご紹介していきましょう。2015年に日本赤十字社が、助け合って生きていく大切さを伝える PR 動画のクロスナウムービー、いいことできるかな、を公開しました。その内容は、バス停で並んで待っている子どもの目の前で、見知らぬ大人が財布をポロリと落とした時の行動や反応を撮影したものです。ちなみにこの実験は、本物のバス停ではなく私有地に作られた仮設のバス停で、安全に配慮されて行われています。この動画には数人の幼い子どもたちが登場しますが、その母親は、すぐ戻るからちょっとだけここに並んで待っていてねと言って、わざと子どもを一人にします。子供が一人で待っている間に目の前の大人が財布を落とすという設定です。もちろん実験映像なので、母親を含め並んでいる大人たちは仕掛け人で事前に目的を知らされています。知らないのは子供たちだけです。皆さんは動画に出演した子供たちがどんな行動を起こしたと思いますか。黙って拾って帰った、知らないふりをした、いいえ、なんと出演した子供たちは全員財布に対してアクションを起こしたのです。戸惑いながらも思い切って財布を拾い、落とし主に手渡す子供、はにかみながらも財布を指差し落としたことを知らせる子供、嬉しそうに拾って手渡す子供、中には財布の汚れを手で払い落としてから手渡す子供など、誰一人として財布を無視したり戻さない子がいなかったのです。この落とし物実験は日本で非常に大きな驚きを持って伝えられました。子供たちのなんとも優しく可愛らしい仕草に胸が熱くなった方が多いのではないでしょうか。しかし、この驚きは日本だけにとどまらず、なんと英国 BBC でも特集が組まれたのです。日本での反応は、子供たちの仕草の可愛らしさやキュートさに重きが置かれたのに対し、スタジオ出演者たちからは驚きの反応が後を絶ちませんでした。まさか子供たちが拾うわけない、知らないふりをする子が大半なはずさ。このように前半は映像の中の子供の行動に不信感や否定的なコメントが主でしたが、後半になると意見が逆転します。とあるコメンテーターが、日本の子供たちの英国では考えられない道徳心のある行動は英国人が忘れかけているモラルの大切さを思い出させてくれると発言しました。さらに別のコメンテーターは、子供たちのはにかみを含んだ勇気ある行動は称賛に値するよ、この映像の子供たちに私たちも学ぶべきだと返しました。このように最終的には、日本の子供に対する評価と反応は全て称賛の嵐に変わっていったのです。またこの番組は全英でたちまち話題となり、ネット上にも次々とコメントが寄せられました。感動した、なんて正直なの、私は日本語が分かりませんが翻訳は不要でした、このビデオに出てくる子供たちに泣かされました、日本ではこんな年齢の子供でも正直で善良な市民であることをわきまえている、うーむ、彼らから学ばなきゃね、この素晴らしい国で生活できる機会があったらな、私に子供がいたらこんな風に育ってほしいと思う、日本の子供たちありがとう。これらのコメントはほんの一部ですが、ほとんどが感動と驚きとともにリスペクトを持って表現しています。落とし物を持ち主に返すという正直さや道徳心が幼い子供にまで浸透している日本に称賛の声が上がっているのです。英国は紳士淑女の国、礼儀正しくモラルも高いというイメージがあります。しかし英国では落とし物が戻ってくる確率が低いといいます。英国の警察では遺失物を預からないのが基本、銀行のキャッシュカードなどは二次被害を防ぐためその場で破棄されるそうです。もちろんこれはイギリスに限った話ではありません。
中国では落とし物は届けるものでも見つかるものでもないというのが通例です。カナダでは落とし物を届けると盗んだのではと疑われるケースもあるようで、金銭的に価値のある落とし物は無視するのが安全。落とし物を届けることと盗むことは見方によっては紙一重なんですね。アメリカではサンフランシスコのチャイナタウンである男性が拾った財布を警察に届けたところ、その顛末が地域のニュースになり、正直な男と報じられたほどです。また職場で拾った財布を持ち主に返そうと連絡したら、逆に警察を呼ばれたという話もあります。アジア圏の多くの国では大切なものは絶対に手放さない、落とすってことはそんなに大切じゃないのさと考えられてしまうそうです。落とし物を見つけても積極的に届けないというのが世界では一般的なのです。外国では大人でも拾ったものを届けないのに、なぜ日本の子供たちはこうも正直に落とし物を持ち主へ返そうとするのでしょう。理由の一つに、日本では古来よりお天道様が見ているよという子供への道徳教育があります。これは悪いことをしたら誰も見ていないと思っていても太陽はきちんと見ているから、どんな時でも悪事は働かないことという教え。この教えに基づき、日本の子供に落とし物を拾ったなら必ず届けるという意識を小さい頃から親が伝えていることが、子供の行動にもしっかりと現れているのです。拾い物をしても正直に伝えることが、お天道様に嘘をつかない正しいこと。落とし物を届けたり落とした人に知らせることは、子供心にも良いことをしたと嬉しいのです。さらに道徳教育は家庭だけではなく、学校教育としてもカリキュラムに含まれていて、なんと義務教育の全期間を通して特別の教科として位置づけられています。日本の学校では道徳的な信条、判断力、実践、態度などの道徳性を養うことを目的に、少なくとも週に1時間は道徳教育に充てられます。実際に小中学校の道徳教育の授業でそこまでの影響力があるかは分かりません。しかし何が正しい行動なのかを考える時間を作っているからこそ、日本の子供たちも自分で考え財布を拾って渡したのではないでしょうか。2つ目に交番の存在があります。日本にある交番は地方に多い住居一体型の駐在所を含めると約1万2500箇所あります。この数は世界に例がありません。これは日本独自の警察システムで、海外では警察署にしか警官がいません。そのため落とし物を拾っても敷居が高い警察署に持っていくという発想が生まれないのです。ところが日本の交番は町中の至るところにあり、警察官が必ず駐在していますので気軽に落とし物を届けられるのです。また地域の巡回もしていて、住民との交流があることから犯罪の発生率が低くなります。そのため日本は治安の良い世界一安全な国と言われるようになったのです。近年この交番システムの長所と効果が世界でも注目され、各国で導入されつつあります。シンガポールをはじめ、ニューヨークのマンハッタン、ハワイのワイキキ、さらにアジア諸国のほか、ラテンアメリカの国々にも設置されるようになったのです。今や日本語のローマ字表記の交番が世界の共通語になっています。交番を導入した国では犯罪の発生率が激減したと言われています。しかしまだ交番の数が少ないことと国民性の影響なのか、落とし物を届けるには至っていません。3つ目に、現在の日本は遺失物法により落とし物や忘れ物の取り扱いやルールが決められていることが挙げられます。実はこの遺失物法の元となる法律が、今から1000年以上昔の平安時代からあったのです。それは増殖司という担当部署が役所内にあり、盗品など犯罪による不正な取得物や落とし物や遺失物を管理していました。詳しい内容は定かではありませんが、当時より落とし物は司法の管理下にあったということです。歴史の流れとともにその役職は検非違使に移り、鎌倉時代以降は法令へと変わっていきました。教育、システム、法律と様々なことが充実しているからこそ、日本での落とし物は持ち主の手に返ってくるんですね。
日本では当たり前と思っていることでも、海外の人からは想像もできないぐらい素晴らしいことをしていると映っています。これからも世界に誇れる日本であり続けたいですよね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。